そんな今焦ってなんかこう積み上げて無理してストレス溜めて癌になる必要ありますか？みたいな話ああ。あるんですよ。いや、今日はちょっと厚生労働省の鬱はい。陶しい書類を作らされてて、もううっと、役人の仕事はもううっとうしいの。こんなこと言ったうっら、とうしいですか？そうですか？恨まれるっていうか、なんうらか、やそう。ましい。やっと僕は確定申告をやるためにいろいろと書い類や、をもうあんな、あんなもんじゃないよ、もう。もううっとうしい。あれは楽ですかね？本当に僕も会計士にパッと書類出せばいいだけの話だから。無駄なことばっかりやらされてるっていうか、役人。ああ、それは、まっちゃんの仕事的にはやらないといけないことあるんですね。そうやな。まあ別に大してやることないんやけど。はね、今日は髪の毛が、まあ絵はどうでも。い。うん。よよろしくおし。願いで、しいつもあれですよね。なんています。うん。うか、何をお話しするかっていうのを毎回、前もって決めてないんで、っていうのはい。を 毎回決めてない状態で、突突然始めてもいけてるっていう、ちゃんと話せてるっていうのはそこですよ然。ね。だから、ちょっと決めてても、ある程度これにしましょうって決めておいてもらった方がちょっと考えられへんけど、みたいな感じ。ああ、最後。なるほど。こんな感じでいきましょうか。今日はですね、いろいろとまっちゃんのブログを見てて興味があったのが、死生観についてですよね。毎回その死生観がどうのこうのっていうふうに、まっちゃんも言ってるじゃないですか。で、死生観と、まあ、現実的に、今の状況と合わさって、何が変わっていくのかっていうのと、そもそも死生観ってあった方がいいんですかって。逆にじゃあ今日のそういう話いこうか。うん。おじいちゃんの場合は、はい。逆にどうなんですか？死生観っていうのが、言葉の意味をしっかりと理解できてないっていうのが本音ですね。要は、死ぬ責任、なんだろうな、結局、最終的には死ぬ、最終的には死ぬから、まあ、とりあえず、気にせず前進めっていう感じなのかなっていう、ぼんやりした感じしか受け取ってなくて。なるほど。はい。でね、僕が考えるその主観的な話っていうのは、今この私たち物質で世界におるわけですよ。これまあ分かりやすく言うと3次元世界ですよね。立体構造の物質世界にいてて、で、まあ、そこで生きてるという、これが本当に生きてるのかどうなのかは別として、まあ、とりあえずはそういうふうな幻想を抱いてますよと。まあ、生きてるということにしましょうと。で、じゃあ今度、死生観の死の方ですよね。で、これはじゃあどういうことかって言ったら、単純にあの世の世界やと思うんですよ。あの世というか、まあ、肉体が、朽ちるというか、賞味期限切れですよ、簡単な話が。肉体の賞味期限って必ず生き物っていうのは、もう何でもそうですよ。植物もそう。動物もそう。で、物質も実はそうなんです。コップであったりとか、車であったりとか。ああいうものも全て私は生き物っていう解釈をしてるんですよ。物には魂があると思ってるんで。で、やっぱりね、これ、何十年なんか何百年かの違いであだけであって、樹木もそうですけど、いずれは朽ちていくと。で、こういう前提があって、その死と生の単純に言うとその境目というか、分け方というか、要はその辺、あの世とこの世の観念みたいな話としか、で、僕が捉えてるんですよ。いいですかね。でね、これね、まあ、どちらかというと西洋社会、今一括りはできないんだけども、今、この現代ですよね、近代です。
はい、私たちが今この生きてる近代的な西洋社会っていうのは、はい、死んで全てが終わるっていう考え方を持ってる人って結構多いんですよ。うん、特にこの 4,50 年そんな感じは受けます。はいはい、日本の場合だったら終戦後80年も経ちますよね、はい、いよいよ。ってなってくると、その要は戦争の真っ只中っていうか、実際生きるか死ぬかでそういうことを知ったもんでやってる時って、意外とそういう死生観でそれぞれが皆さん考えることって、兵隊さん、軍人もあるんですよ。はいはい、それがもう70年も80年も経っちゃうと、みんな忘れる、いわゆる死が身近じゃないっていう世界に我々今近代生きてるわけですよ。うん、はい、で改めてそういうことが何の時かっていうとね、はい、死んでこの全てが終わるっていう世界になっちゃうと、生きてる間に何でもやったらみたいな世界になるわけですよ、これ。まあ、言ったら、その、金融もそうですけど、富の偏りですわね、世界中に。富の偏りであったりとか、はい、まあ、富の偏りの前提にあるのが、その、要は戦争であったりとか、前からお話してる強奪であったりとか、はい、搾取であったりとか、はい、奴隷制度であったり、そういうことになるわけよ。はい、で、これね、簡単に言うと、はい、あの世に行くための準備を我々はしてるんだっていう感覚になると、全然生き方とか考え方が変わるわけですよ。なんとなくわかる？わかります。それはわかります。ああ、なるほど。だから、今世で、その、人に施しをするしたら天国へ行けるとか、うん、人に悪いことをすると地獄へ行くとか、そういう話ではなくて、うん、なんていうのかな、あの世へ行くための準備というか、延長線上にあるみたいな感覚を持てれば、うんうん、もっと争いとかね、うんうん、そういうことがなくなっていく世界になるんじゃないんだろうかなって思いながら、まあそれはもう全体のこと言っても仕方ないけど、私個人としてはもうそういうふうに考えてるんで、ブログで書くのも皆さんもそういうとこ一度考えてみたら、全然この毎日の過ごし方って変わってくるのかな、みたいなところら辺なんですよ。ああ、なるほど。要は、うん、いわゆるその死ぬまでの準備段階にしとくということなんです。まあ、それはっていうかね、いや、っていうかね、まあ、いろんな、この前回も前々回もお話したんですけどね、あの、不安とかさ。うん、はい。どうしようとかいう話ってあるじゃないですか。あ、あります、あります、あります。ああいうのもでもひっくるめて最終的には死生観になるんですよ、結局。ひっくるめてね、究極のところまで行くと。はい、はい。これは死ぬのが怖いとか、はい。うん、そういうことだと思うんですよ。で、まあ、何回か前にもお話したんですけど、まあ、僕死ぬの何とも思ってませんみたいな話あったわけじゃないですか。あれってね、開き直りとかそういう話じゃなくて、はい。開き直っても、寄捨て人では、みたいな形ではなくて、はい、なんて言うんですかね、別に肉体が朽ちてもまだ続くんだ、魂は、みたいな感じ。そうですね、なるほど。うん、で、折れば全く見える世界が変わる、みたいな。うん、っていう感じなんやけどね。なんとなく納得できる？うん、それは納得はできますね。要は、死ぬ、なんていうかな、その、なんだろうな、国は落ちますね。ただ、その、天国行っても何も得られないじゃないですか。ん？天国行っても、天国行くとしても、何も得られないじゃないですか。そうすると、なんか、なんだろう。要は、今、ちょっと、その辺がなんか、まだ整理できてないんだよな、自分の中でな。何なんでしょうね。そっちから質問したくせに。そうなんですけど、ちょっとあんまり整理できないですよね。あの、日本の武士道、お侍さんって言いますよね。うん、わずか、明治維新150年ですから、200年前まではお侍さんいたわけですよ。ですよね。でね、このお侍さんってね、あの、死生観っていうのはどういうふうに考えてたかっていうと、うん、まあ、輪廻転生っていう感じではないんだけども、はい、この世で全てが終わるとは思ってないんですよ。ほう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 。なるほど。死んで、死んで新しくなるっていう概念を持ってるんですよ。はあ、はあははあ、なるほど。死んで自分は新しく生まれ変わるんだっていう概念を持ってるんですね。わかります？言ってるの。それはわかりますよ。死んで新しく命がまた、要は生まれ変わると思ってるわけです。それは言われますよね。
ってなると、うん、お侍さん死ぬの怖くないわけですよ。ああ、なるほど。これ武士道なんですね。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。うん。で、これね、まあ、戦争とか争いとか殺し合いとかは、言い悪いっていう話じゃなくて、もちろん良くないことなんだけども、うん、こういう武士道的な人と戦うのって、西洋の人からしたらすっごい嫌なんですよ。ああ、めんどくさいですよね、確かに。いや、めんどくさいというか、勝ちようがないんですよ、これ。こんなやつ。ああ、なるほどね。はいはい。命惜しくないと思ってくるわけですから。はい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 。うん。なるほど。まあ、中東の一部にもそういうような感覚的な、はい、持ってる人たちもいるんですよね。はいはいはい。で、まあこれ、まあ話をぐちゃ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 っとまたいつもの通りになるんですけど、これね、こう、先ほどの武士道的な考え方の死生観って、はい、やっぱりね、日本の場合は敗戦、昭和20年の敗戦、はい、アメリカに負けた敗戦で、かなりここね、薄められてるんですよ。こういう的に、文化的な考え、はい、精神的な考え方っていうのがね。はい、これいいか悪いかじゃなくて、はい、うん、やはりそういう伝統的な考え方っていうのかな、日本独特の、はいはいはい、うん、これ東洋思想とかじゃないと思うんですよ、うんうん、そういう考え方っていうのも一つあったということを皆さんも知ってね、自分自身で考えていくっていうことだと思うんですね。なるほど。で、うんうん、で、あのね、死んだら何もないとかあるとか、うん、天国は幸せだとか、自分は健康だとか、はい、うん、そういう問題ではないと僕は思ってるんです。そういう問題、あくまで無だと思うんですよ。なるほど。あくまで無。なるほど。で、無っていうのは、僕が考える無っていうのは、何もないっていう状況じゃないんですよ。はい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 。無があるっていう感じなんですよ。はい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 。うん。何にもない状態は無もない状態ですから。うんうんうん。無が永遠に続いてる感じ？はい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 。うん。だから、もっとわかりやすく言うと、自分が思い描くじゃないですか。うん。うん、想念っていうかな。うんうん。自分が強く思い描く想念的なものが、を、うん、目の前に現実的に表現することができるみたいな世界。はいはいはい、はい。だから、瞬間移動ができる世界に近いんかなっていうイメージも。おぉ。だから、例えば、愛ちゃんが、想念としてアフリカのどこどこ、アフリカの、例えば、うんうん、ジンバブエで、こういうことしてみたかったのよっていうのがあれば、あの世の世界って、瞬時にしてそこへ移動できるっていう世界だと思います。ああ、なるほどね。はい、はい、うん。これね、寝てる時の夢の世界とちょっと似てるんですよ。なるほど。おおおお。うん。だから多分、肉体がない分、ものすごく軽いんだと思うんですよ。ふわふわふわーってした感覚やと思うし、うん、だるさも重さもないし、うんうんうん、うん。でも何かをこう、この世的な、あの世へ行ったら、この世的なところで、施しはできない状況っていうか、うん、観察はできてる状況やだけども、みたいなことだと思ってるんですよ。その、死生観ってものは、どうやれば手に入るんですかね？誰でも、持ってる。もちろんですよ、ドラ。ただ持っているものなんでしょう。これを意識してないだけです。その、死生観っていうのを聞いて、なんか僕もぼんやりとは何度も聞いてますし、何度もそのいろんな人から死生観っていう話は聞いてるんですけど、どうも腑に落ちない自分がいるんですよね。で、なんで腑に落ちないのかなと思うと、なんだろう。死んだら終わりじゃんっていうふうに思ってしまう価値観が。わかるわかるわかる、うん。すごく。多分に近代はそんな感じだと思うんですよ、うん。すごいそれが僕の中であって、死んだら終わりじゃんと。じゃあどうするの、うん、でも逆に、まっちゃんの話を聞いてるし言うと、死んだら単純に無になったりとか、まあ武士道じゃないですけど、他の命に宿るとかってなると、まあそりゃそうだよねって、腑には落ちるんですよ。でもなんか、しっくり来ない感を個人的にあって、じゃあどうすればそれがその状態になれるのかなと。死生観というふうに、抹茶みたいに言えるようになるのかっていうのがすごく、疑問になるんですよね。
でね、まあ、あいちゃんの今の、あのお話について少しお答えすると、今ね、我々が生きてる世界のこういう、なんていうかな、日本の地球だと550年なんですよ。常識的な感覚とか、いろんなものを含む全てがそうなんですよ。でね、その前、時代時代によって当然違いますしね、ただ、死生観的な話、あの世へ行ってもまた、私は、あの世へ行ってもまた生き続けていくとか、永遠に魂が続くみたいな感覚の方が、多分日本の場合は長いんですよ、歴史的に。そういう感覚を持ってた時代の方が。多分おそらく、もう紀元前まで入れたら、縄文から行くと、おそらくもう5000年、6000年そういう感じだったと思うんですよ。今は異常なだけやと思うんですよ。いや、今は異常か、そっか。まあ、何かに、ね、確かに映画とかでもそういうの多いですもんね。魂の移り変わりとか。これね、なぜそういうそこら辺の感覚的なものが希薄になってるかというと、あまりにも目の前に見えてることとか、物質的なことだけにこだわりすぎてるんですよ、みんな。こだわり、ね、これも前から言ってるマネーもしっかりなんですよ。こだわ目の前にある物質はこだわってます。確かに。というか、はい。お家とか、車とか、洋服とか、宝石とか、マネーとか、今日何食べるとか、まあ、足とかあってもええんやけど、そうですね。全てにこだわりすぎてるんですよ、みんな。それはそうですね、こだわってますね。でね、これなんで最近、まあ最近、まあなんでこの話をしてるかって、はい、このね、こだわりをね、少しでもほどいて捨てていかないと、相当苦しいですよ、この先の時代は。なるほど。本当に。はい。だってそういう与えられ続けてきた、その、誰かが作った常識とか、教育とか、はい、嘘の歴史の教科書とか、はい。ね。で、まあ、いろんなその他嘘の概念的なもんとか、はいはい、こういうのが嘘だったって気づくときが来るわけです。もう来てるんですけどね。なるほど。で、結局、自分で事実を勉強して、最終的には真理を探求するしか方法はないんですよ。これって前にも前、同じこと言ってるんですが、100によれば100人それぞれ違うんですよ。それが最終ゴールだよね。それぞれの真理があるわけね。でもそこへたどり着くというか、そこをある程度ほど、なんていうかな、最終的なところを理解しようと思うと、やっぱ死生観的な話？だこだわりをやめるとね、結構そういう感覚になる。それこだわりすぎなのかな、こだわりすぎなのかもしれないですね、僕もまだまだね。そういう意味だとね。だから、すべてはこだわりが不安にさせてる、その人を。こうであるべきっていう、こういうものだっていうこだわりっていうか、わがままのことというか。こういうものだとか、あとは無意識のうちに、こうしないといけないとか。無意識のうちに、こういう、なんていうかな、括弧とか体裁でこうしないといけません、みたいなものを自分で勝手に思い込んでるんですよ。で、これね、ほどくとすっごい楽になっていくから、本当ね、だから、その、話が出てちゃうわけで、やっぱり、その、あえてこだわりを捨てる方法って、やっぱり人間ってそもそもその癖みたいなついてるじゃないですか。もう癖っていうか生まれてきて、生活してきた、まあ今は異常なのかもしれないんですけど、その、何をあればこだわりって捨てられるんですかね。あのね、やっぱり、身の回りでのものであったりとか、なんていうかな、概念的なもの、その、なんていうかな、外にある常識的なもんじゃなくて、自分自身の中にある信念体系みたいなもんとか、はい、で、さっき言ったその、身の回りにあるものとか、これをいかにシンプルにするかっていうところですよ。ものとか、なるほどね、はい。でね、やっぱりね、こう、なんていうのかな、今までの時代って、こうプラス、プラス、プラスやってきたんですよ。もっと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 プラス、プラス。あれも欲しい、これも欲しい、冷蔵庫欲しい、テレビ欲しい。これは終わったんだけど、次はもっと、もっと精神的な豊かさ、もっとこれ、もっとこれ、もっとこれ。
で、健康やったらサプリメントの分はあれ、漢方やる、あれのも、これ足していってるんですよ、一生懸命。はい。うん、これってね、余計不幸にしてるんですよ、自分自身を。なるほどね。幸せに、外部から見て幸せに見えてても、ね、幸せになるためにプラスプラスプラスをしていってるんですよ。はい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 。で、大事なのってね、幸せがどうとか、ああとかじゃなしに、幸せそれぞれなんで、みんな、幸せとかっていうよりも、うん、自分自身、本当の自分で生きていけるっていう感覚を持とうと思うと、やっぱりね、これをプラスプラスしてきたものをマイナスしていくと、今度は。おぉ、マイナス。マイナスすることによって、自分らしさとか、本当の幸福感みたいなものが出てくるんですよ。なるほどね。はいはいはい。手放すってことね。手放す。うん、もう持ってるものもそうなんだけども、うん、なんていうんかな、その、想念的なもの、概念的なもの。はいはいはい、これ、こびりついてるものも一回捨てて去ると。はいはいはい。うん。要はだから、前も言ったやないじゃん。パソコンの、あれと一緒ですよ。アップデートと。うん。古いのが溜まってる状態で、また上から入ってくるんで、もうフリーズしまくってる状態になってるわけですよ。いや、器は変えないといけないってことですね。要は器だったりとか内部の、ね。うん。一回全部シャットダウンして、本当に自分の、その、何かな、奥の奥、自分の奥の奥にあるものに、結局ね、だからね、外に問いかけるんじゃなくて、自分の内側に問いかけないとな。最終は。最終的には最初最初はってことみんなさ、外側に問いかけるわけですよ。はいはいはい。うん、外が自分の外にあるものと相対比較して問いかけて何かをこう、増やしていってる状況というか、積み上げていってる状況なんですよ。で、これをやめて、自分の内側と、しっかり、こう、内側と、こう、対話して、うん、で、マイナスしていくと。それだけの話なんやけど、なんか、なあ、これ。やっぱりでも、成果もそうですし、こだわりもそうですし、多分、日常生活で意識をしてないんだと思いますね、そういうことを。多分、だからこそ、パッと言われた時に、すごく違和感が感じるんだと思うんですよ。で、今日もね、まっちゃんのブログとかも読んでて、今日のテーマ何しようかなってずっと思ってると、すごいその指定感ってのを見る。俺今日金融で真面目な話で来るからと思って。そう。面白いネタいっぱいあんねんけどな、みたいな。金融の話にしようかなとは思ってたんだ。いやいや、ちょっと待って、この指定感ってのは何って、みたいな。OK。これ、今日は金融とか、ちょっと今日世界動きまくってるから、はい、ちょっとネタあんねんけどな、思ってるけど、なんかまた、姿勢感的な感じなんで、変な人ですね、この人、みたいな感じ。まあ、ちょっと、それは。まあ、世の中動きまくってるんで、すごいことになってますけど、今。うん、あ、本当ですか。まあ、それはまあ、次回というか、ちょっと、今回詰めてやってもいいかもわかんない。すごいネタがいっぱいあるんで、みたいな。おー、どれくらいネタがあるんですか？まあ、ロシアの黒海艦隊も動き出したみたいな話とかね。もうさ、いよいよすごいですよ、みたいな。うん。もうクラッシュ迫ってますよ、皆さん、みたいな。それでいいですよ。その指定感っていうのはもうこれで一回切っちゃって終わりにしちゃって。いやいやいや、今日はこれ、そういう感じでいきましょう。大丈夫ですか？うん。でね、こういう姿勢観点の話って別に宗教的な話でも何でもない、うん、なんかちょっと宗教的なチックとか、なんかそういう、なんていうかな、お手軽、スピリチュアル系みたいに思われがちなんですけど、全然そんな話じゃなくてね。だから、その別に死後の世界を知るとか知らないとかそういう話じゃないと思うんですよ。そうじゃなくて、なんていうんかな、自分は永遠に作るってことになるんですよ。なるほど。肉体が朽ちて賞味期限切れで朽ち果てた後に自分の体が死にますと。はいはい、でも自分のその想念的なものっていうのは、この先何万年も続いていきますって思ってれば、そんな今焦ってなんかこう積み上げて無理してストレスためてガンになる必要ありますかみたいな話あるんですよ。なるほど。
だから、肉体が滅びて全てが終わると思いつくからおかしくなるみたいな。あー、なるほどね。だから僕の場合はお葬式っておめでとうって思うんですよ。あー、なるほど。赤ちゃん生まれてきたら、赤ちゃんギャーって生まれたら、皆さん、お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも集まってきて、おめでとうってやるじゃないですか。はい、やりますね。でも赤ちゃんギャーって泣いてるじゃないですか。泣いてますね。はい。あれね、僕が思うに、僕が思うのはよ、うん、この世に生まれた不幸を泣いてると思うんですよ、赤ちゃんって。ひどい。いやいや、本当に。本当に、はあはあ。この世のその修羅場に生まれてきた不幸を泣いてるんだと思うんですよ。修羅場ですか。なるほど。本当に。だからこれ聞いてくれてると、理解できるところと思う、僕のブログ見てる人は。大丈夫。だから、生まれてきた時がおめでとうで、うん、で死んだ後はご愁傷様は悲しいじゃないですか、うんうん。逆やと思うねんな。本当は。でもその問題はその死に方にはよりません。そのやってきた中の死に方で、例えばまあいわゆる自分から命を絶ってしまう方だったりとか、病気は関係ないですよ。病気はその人が持ってるものだけど、なんか、その、まあ、一番は自分から命を絶つ人ですよね。それはまた違ったところだとは思うんですよね、なんかね。うん、例えば、なんていうのかな、その、老衰、これも自然に朽ちていくって感じですよね。その枝がパラ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 、枯れ葉、パラパラパラ、枝が朽ち果てていく状況ですよね。で、まあ、病気は、その枝が、その何らかの病気にかかって、そうですね。うん、一気に朽ちていく状況ですよね。で、交通事故とか、不慮の事故、殺人によって殺されたとか、で、ああいうのもやっぱりね、これも賞味期限やと思うんです。うん、賞味期限、なるほど。うん、あらかじめやっぱ設定があると思うんですよ。人間、ね、もうこの、ここであなたは死ぬ設定になってますよと。うん、これは大前提やと思うんですね。うん、で、自殺っていうのは、自ら自分で自分を痛めつける行為なんですよ。でね、私一番思うのはね、まあ動物も一緒だ。動物って自殺しないんで、はい。植物も自殺しませんから、はい、これするの人だけなんですよ、こんなことするの。うんうん、自分で、ね、うん、生物の中でね、うん、やっぱり一番罪なことってね、はい、他者を殺すっていうよりは自分で自分を殺す行為っていうのが、これ最大の罪かなと僕は思うわ。おそらく。これはね、どうなんかな、俺あの世ったらもう一回お前やり直してこいって言われるかもわからんな。もう一回生まれ変わってこい、赤ちゃんから。で、赤ちゃんで生まれ変わってきて、おぎゃーって泣きながら出てくると。修羅場か、みたいな。また同じことを繰り返して、また違った人生を味わうってことね。そんな感じがするな、私はそんな感じがしてますね。で、まあ修羅場っていうのはこれ冗談なんですけど、はいはい、まあこの世の生を受けるってことはこれ楽しむために、生まれてくるだけなんですけど、うん、赤ちゃんとしては、嫌だ、こんななんか変なとこ出てくんの、みたいな。お腹の中の方が幸せだったわ、みたいな感じだ。急にね、急に現実世界にやって。そうそうそう。だからまあ、先に話戻すと、死んでいくときって、ほぼおもろい人たちっていうのはおめでとうな世界だと思うんですけどね。僕多分ね、死に際ってね、僕も死にかけたこと何遍もあるって言ったでしょ。言いましたね。多分ね、病気で死にかけた人も多分ね、やっと死ねると思う人多いと思いますよ、僕。やっとこれで、なるほどね。終われると。なるほど。終われるというのは、やっと寝れるっていう感覚かな。起きない。なるほどね。起きない。やっとこれで寝れるんだっていう感覚を持ってる人って結構おると思うよ。なるほどね。いや、なんか、なるほど、なるほど。そういう世界か。確かにやってるか。だって腰に腰痛もないし、肩こりもないよ。まあ確かに。頭痛もないよ。うん。あるのは、なんていうのかな。想念的なもんだけなんで。何でも自由自在っていう感じだと思うよ。確かに確かに。
だから多分あの世行ってこの世もう一回戻れって神様に言われたら戻りたくないやろうか。いや、いいです、私は、みたいな。もうこのままでいいです、みたいな。だから要は、世の中にあるその、なんだろうな、今の話を聞くと、その自分から行った死は良くないけど、その他の死はいいっていう感じですよね、要はね。これ必然やと思います。うん。だからそういうことですよね、要はね。もう。うん。で、まあさっき言ったように、あらかじめ決まってるわけなんですよ。うん。出来事ってね。これ自分のこともそうですけど、まあ外界に見えてる出来事ですよね。うん。こういうこともあらかじめ、だから結局、まあね、確かに。変な話になるんですけど、過去があって、どこがあるわけではないんです、みたいな話。うん、言ったらなんか変な人やな、この人。何言ってんねやろと、怖いか同時にやると僕は思ってるんですよ。だから、1分前の愛ちゃんと、うん、10分前の愛ちゃんと、うん、1時間前の愛ちゃんと、うん、ずらーって続いてるみたいな。はい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 、はい。なんていうかな、あの、ビデオ編集するときにレイヤーあるじゃないですか。いますね。細切れになってるやつ。あれが無限にこう続いていってる感じがどうしよう。無限に続いてあって、それがもう決まってるって感じなの。それが自分では分かってないけど、そこが、うん、その、ある程度行動を起こすことによって、どんどん変化がしていく、その先が変化していくって感じですよね。そうなんです。だから、よく言われるのがね、うん、今何かを私たちがこう変えると、うん、考え方とか思考とか行動を今変えると、あなたの未来は良くなりますよっていうのって聞いたことあるでしょ？あります、あります。僕、過去が変わりますよって思うんですよ。過去が変わる？うん。それまたなんで？だから同時にあるとしましょうよ、レイヤーが。はいはい。ってあるんですよ。はい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 。ね、うん。で、過去の一部分の愛ちゃんがおるとしましょうよ。はい。うん、ね、はい。で、今のここの時点の愛ちゃんがおるとしましょうよ。ありますね。はい。今あなたの思考が変わると、はい。未来より過去が変わっていくと思うんですよ、逆に。ほう。過去が変わっていく。わかるでしょ？過去か。だから、今から未来が突然こう変異するわけじゃないんで。はい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 。全体としてガラッてこうひっくり返るみたいな感じなんですよ。はい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 。だから映画のストーリーが途中からエンディングに向かって変わるんじゃなくて、映画のところがガラッと変わるみたいな。はい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 。要は価値観も変わるから、その時の出来事の価値観も変わるってことですよね。そう、だから過去に出会ってる人も変わっちゃうみたいな。はい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 。なるほどね。あー、なんか何がわかる？言ってること、だから要は行動を変えて思考が変われば、それは過去が変わるってのは、過去に思ってたような感情とか全部入れ替わるってことですね。あ、出来事としても変わるしってこと？だから、愛ちゃんが映画作ってよ、2時間もんの映画を作って、編集してると思ったら分かりやすいですよ。うん。1時間の途中のところで愛ちゃんが思考が変化してから、こっから先の映画のストーリーがまるっきりここだけ違うみたいになる。全然変わりますね。はいはいはい。うん。こっちも変わらないとおかしいんですよ。うん、後半、うん。うん。だから全部がガラッとひっくり返るみたいな。なるほどね、はいはいはい。こういうね、構造やと思ってるんです、僕。面白い構造ですね。いや、そういう構造なんだと思うんですよ。ああ、なるほどね。これが無限の無やと思うんですよ。なるほど。うん。ほうほうほう。多分そうなってると思うんですよ。過去を変える、過去が変わるっていうのは、それは意識的、自然と変わるっていうイメージですか、まっちゃんから見ると。うん、自然と変わる感じですか？自然と、要は、うん、今が変われば自然と過去が変わるような感じですか？そうです。だって、じゃあ、今、愛ちゃんの今、記憶にある20年前の自分の子供の時の過去ってあるじゃないですか。ありますね。はい。それただ単に記憶だけの話なんですよ。はい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 。記憶だけですね。完全に記憶だけの話なんですよ。はい、これ事実なんかって言ったら事実でもあるけども事実でもないですねっていうことになるんですよ。はいはいはい。だってもう過去の記憶ですからね。うん、そうでしょ、うん、だからその20年前の愛ちゃんの過去をあの世から見たときに、はい、今見てるのとちょっと後に見てるのとまた違う状況が全然違いますね、確かに、うんうんうん、こういう構造って理解できたらいいんです。
なるほどね。これね、見てる人たちね、ポカーンとしてる人たちも絶対いますよ。でも分かるさには分かる内容だよね、でも確かに、ね。まあ、僕の動画ってどうしてもこういう感じになるかもしれない。なるよね、ほんとね、難しい。それ分かりやすくするよりかは、まあ、基本的にまっちゃんの動画はもう、本当に一人か二人でも理解できればいいかなとは思ってますけど。でも確かにそうだね、うん、だからね、こういうことを理解できれば、うん、その過去の自分に何かをこう、なんていうかな、自殺っていうことに対してもそうなんだけど、過去の自分に対して何かを戒めてる状況とか、悔やんでる状況とか、不幸に思う状況ってないんですよ、そもそも。ああ、それは確かにそういう意味だとし、ああ、そういう意味含めて、全部含めて、死生観っていう言葉というところでは、すごい腑に落ちますね。うん、だからものすごく子供の時代にお父さんお母さんが仲が悪くて家庭不和でいろんな問題があって、はい、家庭お父さんに、ね、暴力振るわれたとどうとかどうとかいろんな話ってあるじゃないですか、はいはいはい、あれもあくまで記憶の一部分なんですよ。確かに、うん、で今の自分のところをこう思考を変えて想念的世界を変えてしまえば、うん、変わっちゃうんですよ。いやー、確かに。だから、要は結局、今が全てってことですよな。要はね。結局そこにたどり着きます。結局、今が全てで、今さえちゃんとその思考が変わって、行動が変われば、自然と過去が変わるし、うん、過去が変わるし、で、未来に対しての不安っていうのは、基本的に死ぬという不安っていうのは、もう最終的に無に帰るから、やった方がいいっていう定義づけです。だから、こうなってくるとね、うんうんうん、過去を悔やむ必要も、うん、恨む必要もなければ、うんうんうん、未来への不安もないわけですよ、そもそもそんなものも。うん、そしたらもう、本当の自分の状態になれるじゃないですか。ああ、面白い哲学だな、それ。ああ、その、でも、確かにでも、その哲学って、腑に落ちればわかるけど、納得するまで時間かかりますよね、やっぱりね。存在しないんですよ。はいはいはい。うん、未来の不安なんてね。はいはいはい。でも、我々って現実的に、まあ、学校行ったり、はいはい、学校行って勉強したり、あと会社行って仕事したり、うん、現実社会のこの三次元世界の中で、いろんなああだこうだやってるわけですよ。まあ、これはこれで仕方ないんだけども、うん、この私が今話したような感覚的なものとのバランスをどう取るか。はいはい、バランスね。あんまりも現、うん、近代の物質世界の中に溺れないようにすると。うん、で、僕の場合は半分半分。まあ、難しい人やったら3割ぐらい私みたいな感じの話。うん、で、あとの7割は、その、現実世界の中で。うん、もうそれを10割現実世界に流されないようにする。うん、これ現、物質世界に10割がいっちゃうと、もうね、悩みはなくならないですよ。はいはいはい。どこまで行っても言い方は、幸せっていう言葉は好きじゃないけど、どこまで行っても幸せ来ないですよ、これ。これエンドレスですよ、もう。うん。コント。どんな豪邸が出ても、どんな自家用ジェットを持っても、どんなにマネーを持っても、永遠に幸せにはなれないですよ。まあ結局、金欲しいも心が幸せじゃないからな。要はお金はあるけど幸せになれない経営者は多いですから、うん、そういう意味だと。前も話してましたけど。それはそうだよね。やっぱり。だからね、まあ死生観の話のある程度結論になるんですけど、その死生観的なものをしっかり自分の中で想念として持ってれば、うん、生きていくことが自由自在になれるし、うん、うん、悩みもないですし、もし目の前に何か、なんていうかな、物質世界の悩みが来たって、はいはい、何ですかそれみたいな、うん、感じになれるわけよ。でもやっぱり、死生観って大事ですよね。要は、どんなに、その、なんだろう、金融のことを勉強したとしても、どんなにいろんなことをその勉強したとしても、そこが崩れたら全て崩れるじゃないですか、やっぱり結局のところって。だからやっぱり根元の木の根っこのところになるところなんだなっていうのはすごく感じました。うん、まあもう一つ言うとね、例えば病気ですよ。うん、まあがんなんかいい例ですよ。うん、やっぱり抗がん剤っていう選択肢をね、しか出てきへんけどね、近代医学なんて、西洋医学なんて、まあ、抗がん剤打ちますかどうしますかってなって、うんうん、やっぱ病気を治したい一心で、
言い方あるけど毒入れるわけでしょ、さらにまた。うんうん、自分の体を痛めつける行為をするわけですよ。治したい一心でね。うん、これ、まあ、コロナのこれと一緒で、理屈は同じ理屈なんですよ。うん、確かに。わかります？わかるわかるわかる。うん、だから、こだわりというよりは、姿勢感的なものっていうのはそもそもないからそんなことになるんですよ。確かに。誰かわからんやつが作った薬を体に抗がん剤入れるとか、ね、疫病のお注射入れるとか、なんか意味不明の発想になるわけですよ、これ。そうね、確かに。うん、これも、これもいて、自立っていうことなんですよ。はい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 。うん、なるほど。学があるとか、勉強してるとか、それも大事だけど、うん、もっと奥の深いところで言うと、自分の魂がどう思ってるかとか。魂の断りだよね。断りがどうなって。結局そうなるとね、じゃあ病院行くでしょ、はい、はい。医者さんがあなたがんですよと。抗がん剤を打ったら、余命3ヶ月ですよと。もう死にますよと。言われた時に、打っちゃうわけよ、これ。わかります？だって、逆にね、時間的なもの、想念をしっかり持ってれば、それがどうしたみたいな話してるわけです。死ぬのは怖くないですからね、もう、ね。いやー、それやったらもう、そんなこと言う、それがもし本当やったら、俺永遠に好きなこと言って海行って遊んでるわ、みたいな。確かにね。で、あなた3ヶ月ね、じゃあ愛ちゃん、90日間海行って遊んでなさいよ、好きなこと。すぐ治りますよ、ガンなんて、はっきり言って。はっきり言って。はいはい。そういうもんなんですよ。はいはいはい、結局そういうもんでそこにたどり着くんだけど、みんななんか目の前の現実のものの世界のものにこだわってしまうというか、やってしまうっていうのがあるんですよね。うん、まあなんでね、せっかくなんで、まあこういうね、わけのわからん話をしてる動画を見てくれる人が少しでもいればね、なんかこう参考にしてもらえれば、幸せに生きる方法ってあると思うんですよ、全然。うん、それぞれね。だから本当ね、自分は何者だとか、人は死んだらどうなるのか、なんていうこともどうでもいいわけ。死生観じゃないんで。何者でもないんですよ、そもそも。ぐらいでいいんですよ。私は何者だなんて考える必要もないしね。なるほどね。うん、はいはい、赤ちゃんそんなこと考えてないから、生まれてきた。確かに考えてないですね、赤ちゃんはね。そうでしょ？うん、そもそも、意識してないですね、そのこと。どうでしょう、あれが一番素の姿ですから。多分生命的に何も意識してない。でも赤ちゃんから大体 5,6 歳までがそうでしょうね、多分。うん、だいぶその 5,6 歳以降は意識し始めるから変わるんでしょうけど、それはまだ無邪気というか、自分のやりたいようなことをやるという、あれが素の姿だと思います。うんうん、もっとわかりやすくこれ見てる人に伝えるとね、じゃあどんなんって言ったら、バカボンのパパみたいな感じ。もう一回、バカボンのパパ？バカボンのパパ。バカボンのパパ。バカボンのパパ。ああ。パパの方。はい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 。これでいいのだの方な。ああ、これでいいの。ああ、あのぐらいがちょうどいいと思うわ。何事もこれでいいのだみたいな。だからちょっとね、たまにほら自分の空いてる時間の余暇を映画見たりするのもいいけど、はい、最近俺バカボン見たりしてるから。バカボン面白いよ。でもバカボンの作者はどういうことだったの、それも分かってるんですかね。意識してるんですかね。と思うな。うん、と思う。なるほどね。あれ極めてナチュラルの姿なんで、人の本質ってことね、バカボンが。そうですね、はいはい。バカボンよりバカボンのパパ。パパね。はいはいはい。で、はじめちゃんみたいなタイプは、早死にするな。早死にする。あの、クソ真面目だってことが。まあ、そんな感じか、今日は。今日はその。でも、その死生観ってやつ、ブログのところにちゃんと載せてくださいね。リンクしてくださいね。死生観って聞かれてやっぱり分かんなかったんですよ、僕ブログ読んでて。たまにね、世界があんまりこうガン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 動いてない時にああいう話、はいはい、アップするんですけど、はいはい、いいねが少ないです。分かんないんですよ、だから。あ、全然金融とか、
そうでしょ。あと、なんていうかな、今こうなってます、ああなってますみたいなやつって結構、いいね、わーってくれんねんけど、死生観ってなると、いいね、全然来ませんみたいな。全然わかんないんですよ。だから動画なんだろうなと思って今日動画にしました。うん、だからその死生観ってでもお金を稼ぐ、これは僕の定義ですよ。その、うん、お金を稼ぐっていうのみんな好きじゃないですか。まあ好きっていうか現代社会の人って好きだと思うんですよ。その物物質をね。でもそれをやるためにもやっぱり死生観っていうのは最も大事だと思うんですよね。根元の部分でね。だから、うん、まあその簡単な話でね、お金を稼ぐっていうのって、何のために稼いでるんですか、あなた。うん。僕も考えたことないと思うんですよ。確かに。いや、家賃払って、光熱費払って、税金払って、塾代払って、学費もあるし、ちょっとは貯金せなあかんし、ぐらいの感じなんちゃうんかなと思って。多分それだと思いますよ。うん、それって何なんですかって、やっぱりいずれ気づかないとな。でも、そういう今言ったところも削ぎ落としたと思ったら削ぎ落とせるわけですよ。もうこれ、究極まで削ぎ落とすと、よ捨て人みたいな感じになるんですよ。まあ、切り落とせば切り落とせますわんで、全部ね。いや、やれますよ、全然。その気になる。じゃあ、それで、じゃあ、着るもんもなくて、食べるもんもなくて、悲しいもんですかって、意外とそうでもないと思うよ。意外とね、それが幸せなんだろうね。食べる、着るクラスは全然、で、こういうスマホを持っても大丈夫ですね、みたいな。全然いけると思うよ。だから、ああいうものの中でも、そぎ落とすのって結構多いと思う、意外と。みんなどうしてもあればあるほどね、要は得たくなっちゃうから、それが大きい稼しくなるんでしょうね。なんかね。だからね、我々の本当近代の、現代人ってね、百均的生活、百均生活させられてるんですよ、みんな。ああ、もうね、あれもこれもあれもこれもあれもこれも、わけわからんぐらい持ち買い込んでね、まあその物だけに限らずよ。百均状態ですよ。じゃなくてね、その、もっとね、本当の価値あるものを知ろうよっていう。買い物するのはいいし、何でもいいんだけど、もうちょっと考えようよと。はいはい。いうか、興味も持たなくていいんじゃない、そんなもんに、みたいな。なるほど。はいはい。と思うけどな。ね、でも、まあ、だから、でもまあ、そう思わない人が多いが、逆に金融の話になるとみんないいねがいっぱいもらえるんじゃないですか。現実社会が。それがいいねが、アクションを起こすってことが、要は、この動画見てる人も多分ブログ見てる人が多いと思いますけど、そのアクションが多いからこそみんな捨てられないことなんでしょうね、それがね。まあ、これね、貯金の話はやらんけど、実はやってね。これ、金融もここですよ、たどり着くところ、最後は。もう、ちょっと前振りだけ言っとくけど、はぁってもう何言ってんの、こいつと思うかもわからんけど、はいはい、いいですよ。マネーを使わせることで我々って奴隷にされてるから。お金は。ですかね。なるほど。マネーっていうのが世の中で流通してるから我々奴隷的になってるんですよ、これ。これ世の中のとこ全員物々交換始めたら支配者おらんようになるんで、はっきり言って。これわかりやすいでしょ。そういうことなんですよ。OK です。じゃあ、ここはいい締めですな。なるほど。これで終わりでいいですわ。はい。そういうことなんですよ。結局、つながってるからな。そうだ、最終的に坂なんだよな。だからね、まあ、さっき自然観みたいな話、また元に戻るけどね、もう単純に言うとね、ものすごくざっくり、ちょっと難しい話じゃないし、簡単に言うと、近代的というか、現代的というか、そういうシステムの外に頭を外そうっていうことなんですよ。ここのシステムのなことは永遠にラットレースなんですよ。教育も医療も生活も全てそうですよ。だから、まあ、とりあえずは、形としては私みたいにこんな感じで、こういうところで、ってこうやってても頭の中は全然ちゃうところいます、みたいな。はいはい。頭は宇宙に飛んでますからみたいなね。そんな感じで。OK です。
いかがでしょうか。いや、すごい良い動画になりました。これで多分ブログを読んでる人にも、少しでも伝わればいいかなと思います。それがなければ、金融の話を仮にしたとしても、うんって感じになっちゃうけど、やっぱり全高大事なんで、やっぱり。うん、まあ、次回金融でいきましょう。まあ、金融にしてもね、まあ、ハテナマークみんなつくと思うんですけど、だから、ハテナマークがつくからこそ、最終的には、もう、これ、ね、この指定感という部分とも似たようなもんだよねってんだったら、だから、まっちゃんがなんで何もないときに指定感を、指定感ってもう歌うのかっていうのが重要なんですよね。なんとなく今日分かってもらえた。うん、分かった。だから、逆に、だから、死ぬのを恐れないで、行くっていうのが一番だなっていうのと、こだわりを捨てるっていうのがやっぱり何度も出てるけど、やっぱりまだまだこだわりあるんだなって自分自身も感じましたよ、本当に。うん、考えてみて、うん、死ぬの一番怖いと思ってる人が多くない？うん、重いです、多いです。だから病院に行って治そうとするんです。そうでしょ、健康になろうとしてるんです。そうでしょ、みんなダイエットするんです。そうです。そうでしょ、はい。それなくなったらどんな感じになるか想像つくでしょ。うん。うん。想像つく。うん。つくでしょ？うん。つく。どれぐらい不安がなくなるかって想像つくでしょ？うん。それがなくなるだけで人生豊かになると思う。はい。でしょ？うん。楽に生きれると思いますよ。そういうことなんですよ。うん。そう。簡単。簡単なんだけど、みんな不安に持ってるからやっちゃって、それが、逆にでも、そのやってる行為の中で楽しさがあればいいんですよね。楽しむというか、楽しいとか。違う？だから、まっちゃんがよく物事をやるときは遊びだとか、遊ぼうというふうに言うじゃないですか。うん。だから、僕、例えば、ダイエットもそうだし、あれだ、遊びだという感覚であれば別にやったって、こうにならないわけだと思うんですよね。でも、最終的にそれが、死とか、そのテレビデッドの方に紐づいての、ダイエット、例えば否定的なところのからのダイエットだからダメであって、それがそうじゃない要はものだったらいいのかなと思うんですよね、どうやってもね。うん、うん、それをなく全部なくなったらどうかっていうのではなくて、単純に僕自身で思うのは、そのマイナスのことじゃなければ別にやったとしてもいいのかな。うん、うん、まあ、取り入れすぎですよ、いろんなことをみんな。うん、うん、と取り入れすぎだから欲張りなんですよ、みんな。もうあんまりね、取り入れないでね、うん、もう、なんて言うのかな、もう何にも、わ、いや、俺、言ったっけ、引っ越しするとき、スーパーの買い物袋2つぐらいしか服持ってない。そっか、そっか。という話が全然ちゃうけど、靴下4枚しかありませんみたいな。まあ、だから、そんな深く考えなくていいよみたいな。いやいや、でもすごく言語化できて、腑に落ちましたよ、僕の頭の固い僕でも。まあ、まあ、じゃあ、今日も最後の話で、どうにかなるからみたいな。またどうにかなるって話が出ましたね。どうにでもなりますから。どうにでもなりますから、もう好きなようにしてください。それがもう最終的に。そうそうそう、それぐらいということで。先ほど言ったじゃないですか、もうあらかじめ設定決まってんねんから、もうどうにでもなりますから。どうにでもなりますから、もう未来考えられる。もうこれで終わること、あいちゃんごめん。これで終わると最後だ。これだけみんな聞いてほしい。あのね、あらかじめ決まってるんですよ。で、設定が決まってるんやったら、どうにもならんのやったらね、楽しんでいかんとしゃあないでしょというだけの話ですよ。それ、変えられへんのやったら別に笑ってたらいいじゃないですか、みたいな。あとはどう解釈するか自分の、はい、解釈の加減だけですよ、はい。はい。今日も最後の言葉、どうにかなりますから。はい、さよなら。さよなら。はい。また来週。はい。